上様はいくつかの用法がある損傷である。上様と読み、貴人に対する損傷である。古くは主に天皇を意味したが、室町時代には大名に使われるようになり、江戸時代には誠位大将軍のことになった。慶応3年12月9日の王政復古の大号令により、最後の将軍、徳川義信の辞職が認められた。翌日の慶応三年十二月十日、義信は、 自らの地位を上様と宣言した。これは将軍と幕府が亡くなっても引き続き日本を統治するという意思を示したとされる。また、暴れん坊将軍で八大将軍、徳川吉宗を演じた松平健は上様の愛称で親しまれている。上様、または上様と読み、領収書、勘定書などの宛名の代わりに書かれる。貴人への損傷の 上様から変化したとされる。しかしある説では、本来は、上得意、乗客の略で、従って、上様が正しいという。この説の真偽は定かではないが、この意味に限り、上様という読みがある。神様と読み、妻の尊称である。古くは、貴人の妻に使った。近世以降は、町屋の妻にも使われる。また、神方では、 隠居した両家の老母に使った。これらの意味では、神さんと添加することが多い。と上様、母上様、兄上様、姉上様のように、継承説備字として使われ、上様と読む。上単独でも使われる。ありがとうございます。